はいどうも哲学とです。今回は、新しく追加された、新マップストームポイントの秘密の隠れ家のね、出現ポイントをちょっとご紹介していこうかなと思います。まあね、一度場所を覚えてしまえば、時間のある時にね、この、出現ポイントを周回して、ストームポイント、秘密の隠れ家ね、自分で探すことができるので、ぜひね、一度、見ていただけたらなと思います。まずね、一箇所目なんですけど、そもそもね、こちらのストームポイントは、ヘル3以上の難易度でね、出現するマップになりますので、難易度ヘル3以上に、切り替えて、必ず行ってほしいなと思います。で、ストームポイントの中の、まず吹きさらしの浅瀬、こちらの方に来ていただくと。で、ウェイポイントから左側に進んでいただいて、ここにね、台座みたいのがあると思うんですけど、ここがね、まず一つ目の出現ポイントになりますので、この場所ね、まずは、見ていただくと形になりますね。で、2箇所目は、ウェイポイントから、右側に進んだエリアの方にありますので、右側に向かって進んでもらうと。で、こちらのエリアの上の部分ですね、今ちょうどありますけど、ここにね、一つ台座ありますので、こちらの方も、見ていただくと感じですね。ランダムでね、どの位置に、出るかは、決まるので、なんていうかな、出現ポイントだけ押さえておいて、そこを、順繰りに見ていっていただくという感じですね。で、一通り見終わったら、一回戻ってきて、上のエリアですねに今度は、進んでいきます。で、3箇所目が、ここですね、こちらの方にありますので、3箇所目はここと感じですね。で、そのまま上に、進んでいただいて、で、こっちのエリアかな、この、四角形のエリアのね、左上のところにもう一個、台座がありますので、こちらの方に、見ていただくと。これで、4ポイント目ですね。そうしたらですね、またさらに北上してもらって、で、ちょっと左に進んだところ、ここにね、もう一箇所あります。こちらですね、マップ的にはここら辺ですね。ここに一箇所ありますので、ここを見ていただいた後、ちょっと道を戻ってもらって、ウェイポイント側に進んでいただくと。で、ウェイポイントの下側ですね、ここに一つ台座がありますので、ここをチェックしてもらう。で、一応ここですね、船の墓場の、下側に1個ありますので、ここも確認してもらうという感じですね。で、見終わったらですね、そのまま上にまた進んでいただいて、で、この辺りですね、ここに、一つありますので、ここをチェックしてもらうと。ここですね、
これが題材になりますので、ここを確認してもらうと。こうしたらですね、まあ、さらに上のエリアに、今度は、進んでいくと。感じになりますね。まあ、結構このエリアはね、まあ、敵含めてオリジナルな、要素がね、多いので、まあなんだろうな、結構散歩がてら来てみると、意外といいかなって感じ。で、そうですね。で、ウェイポイントがあるので、ウェイポイントの上の道ですね。ここに入っていってもらうと。結構ね、このマップの特徴として、比較的ね、ウェイポイントが近いところに、出現していることが多いので、まあ、ちょっと周回しながら見るっていうのは、楽になってくるかなと思いますね。で、もう一つが、この下側だったかな。この辺りに1個あるんだけど、あ、ここですね。ここのところにちょっと見づらいんですけどあるので、このポイントも確認してもらうと。これですね、根元の辺りに1個ありますので、こちらも見ていただくと。で、そこを確認し終わったら、さらに北上を続けてもらって、で、橋を渡り終えたら、右側の方にね、進んでいってもらうと。で、こちら側ですね、ここにもう一個出現ポイントがありますので、ここを見ていただくと。ここですね、この階段の下のところに1個ありますので、ここを確認してもらうと。で、次がね、ラストのポイントになるんですけど、まあ一旦戻った方がいいかな。から戻って、今度はね、左側の、翼の方に行ってもらうと。で、ここですね、ここに、最後の出現ポイント、出てきますので、こちらですね、ここを、最後に確認してもらうといいかなと思います。
で、まあ、ストームポイントに関してはね、まあ、古文書の中の、探索実績の中にも、秘密の隠れ家のね、実績がありますので、こちらの、断罪の柱、そして、妖怪のね、塔の方の実績も埋めることができますので、ぜひ時間あるときにね、探してみてほしいなと思います。まあ、母兵でね、まあ、立っていればそこに入ってもいいんですけど、なかなかね、ピンポイントで、パーティーが見つからないときなんかに、自分一人で歩いてみるといいかなと思いますので、ぜひ参考になれば幸いです。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。まあ、秘密の隠れ家については、過去のね、全マップについても、概要欄の、再生リストの中にまとめてありますので、ぜひ合わせて参考にしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。